ロシア空軍がまたまた、今度は、黒海上空で、イギリス空軍電子偵察機 RC-135 に、ロシア空軍 SU-27 戦闘機が、ミサイルを発射したとの情報をキャッチしました。今回は、黒海上空での、ロシア空軍 SU-27 戦闘機ミサイルを、イギリス電子偵察機 RC-135 に、発射を詳しく見ていきますね。この威嚇行為は、誤作動と言ってますが、世界がそれを信用するわけないですよね。もう、ロシアと中国は信用できませんし、何をするのかわからないとの認識です。アンポンタンだよ。2022年10月20日、イギリスのウォレス国防大臣が、ロシア・ウクライナ戦争をめぐる国際情勢の中で、自国空軍の偵察機が、ロシア空軍の戦闘機からの空対空ミサイルの攻撃にさらされたと、公に公表、大きな衝撃が世界に走った。しかし、ウォレス国防大臣は、そのロシア空軍の戦闘機による、今回のミサイル発射は、ロシア側が、明確に、攻撃の意図を持って言ったものではなく、一過性の事故だと述べており、ロシア・ウクライナ戦争への直接の参戦は、否定した形だ。県のウォレス国防大臣が、事故と称した出来事は、2022年9月29日に、黒海上空の国際空域において正規したもので、イギリス空軍所属の電子偵察機 RC-135V ダブルリベットジョイントに対して行われたものとされている。このイギリス空軍の RC-135V ダブルリベットジョイントは武装を施されていない電子偵察機であり、それに向けてロシア空軍のマルチロール戦闘機である SU-27 フランカーが空対空ミサイルを発射したという異常事態である。発生後に、当然のことだが、事態を重く見たイギリス政府側は、ロシアのショイグ国防大臣に、外交ルートを通じて抗議し、これに対して、ロシア側が、事実関係を調査した後、空対空ミサイルの発射は誤作動による、ものと回答したという。ロシア側の内部調査の結果報告を受けてのウォレス国防大臣の会見とはいえ、発生からは、およそ3週間もの期間が経過した後の発表であり、イギリス、ひいては、NATO が、ロシアとの戦闘状態に発展する恐れもあったことを念頭に置いた対応に見える。こうしたイギリス側のウォレス国防大臣の発言、つまりは、ロシア側の内部調査によって判明したとされる、故意ではなく誤作動によって、空対空ミサイルの発射が引き起こされたという、今回の一件の原因を額面通りに受け取る向きは少ないだろう。この一件を耳にした日本を含む多くの西側諸国の一般的な解釈は、2022年8月下旬以降、ウクライナ軍の反攻作戦によって地上戦で苦戦の伝えられるロシア側が、それを情報収集で裏から支えるイギリスに意趣返しをした行為に移るのが正直な感想だ。日本の自衛隊が韓国軍や中国軍から火器管制レーダーの照射を受けた事案でも、現代においてそうした行為を行うことは攻撃を行う前段階だとして極めて危険な行為だと見さされているが、それどころか空対空ミサイルを実際に発射しているのだ。本来ロシア側が再三にわたってプロパガンダで主張してきたように、アメリカや NATO 側がロシアを攻撃する直接の口実を必要だと考えていたとすれば、これほど明確な好機はなかったとすら思え、その主張が誤っていたことの証左に思える。ロシアによる一方的な軍事侵攻を受けたウクライナにとってみれば、アメリカや NATO は自国に兵器供与を行ってくれる貴重な存在とはいえ、やはり、ロシアが核兵器を保有していることから、直接の関わりを避けたと映ったのではないだろうか。
今更ではあるが、2003年のイラク戦争の開戦に際しては、アメリカとイギリスは国連の承認を得ていない段階で、イラクが大量破壊兵器を保有しているという口実で先制攻撃に及んでおり、こうした過去を思い起こしても、ご都合主義感は拭えない。イラク戦争時には、フランスやドイツは、アメリカやイギリスの先制攻撃に、否定的な態度を示し、結果的にはそれは正しかったが、今のロシア・ウクライナ戦争初期においては、ロシアに、擁護的な姿勢を見せていたことも見逃せない。ここにおいては、ウクライナから見れば、フランスやドイツの態度は容認できず、アメリカやイギリスのように、当初から、積極的に兵器支援を決断してくれた国々の方が当然ありがたく、それなくしては早期に敗戦していた可能性もあっただろう。そのようなことは、現在のロシア・ウクライナ戦争をめぐる世界情勢上からはありえない過程ではあるが、もし仮に中国がウクライナに大量の兵器供与を行うとすれば、それでもウクライナはその話に前向きに飛びつくことは間違いないと思われる。個人的には、そのために中国が国際的な影響力を高める動きに出ることを妨げること、そこが日本の安全保障環境の強化にもつながると思え、その意味からもウクライナへの支援を積極的に支持する政治的な姿勢を崩してはならないと感じる。さて、今回の一件の対象となったイギリス空軍の電子偵察機 RC-135V-W リベットジョイントだが、この経緯を踏まえて単独で飛行する運用は改められて、今現在ではユーロファイタータイフーン戦闘機2機が随伴する形となっているという。 RC-135V-W リベットジョイントはアメリカ空軍が採用しているボーイング社製の輸送機 K-135 ストラトリフター及び空中給油機の KC-135 ストラトタンカーを土台にして信号情報を収集する専用機として開発された機体である。アメリカ空軍では輸送機 K-135 ストラトリフターは1960年代空中給油機 KC-135 ストラトタンカーは1950年代から運用が開始された古い機体だが、電子偵察機となったのは RC-135A-B が始まりで、これは1964年に登場している。RC-135 系統の機体は、アメリカ空軍でも、その用途上、希少な航空機であり、RC-135S コブラホールが3機、RC-135U コンバットセントが2機、RC-135VV-W リベットジョイントが17ほどと、全体数でもわずか22機ほどが運用されているに過ぎない。RC-135S コブラホールは敵の弾道弾に向けた光学及び電子情報収集用の専用の機体であり、C-135U コンバットセントと RC-135VV-W リベットジョイントとは信号情報の収集用の機体であると、これまでのところは分類されている。イギリス空軍では、この電子偵察機 RC-135VV-W リベットジョイントを2014年5月に3機、アメリカから調達しており、3機の総額で、調達コストは10億ドルとされ、今の日本円換算なら、1477億円と1機あたりは、500億円にほど近い、高額な機体である。アメリカ空軍は、電子偵察機 RC-135VV-W リベットジョイントを用いて、当時の旧ソ連時代に、ソ連軍が行っていた ICBM、大陸間弾道弾や SLBM、潜水艦発射型弾道弾のテストを監視し、そのデータ収集を行ったと言われている。RC-135VV-W リベットジョイントは、全長が 41.53 メートル、
全幅が 39.88 メートル、全高が 12.70 メートルの大きさで、最高速度は933キロメートル、航続距離は5550キロメートルで、操縦士を含む27名の搭乗員で運用される機体である。ロシア・ウクライナ戦争では、ウクライナ側が用いて効果を上げた兵器が、これまでも数多く報道されており、海戦壁等には、無人航空機、バイラクタル TB に、個人携帯型のロケット兵器、FGM-148 ジャベリン等が、連日取り上げられた。最近では、高機動ロケット砲システムのハイマースが、ロシア軍の後方の兵站拠点等の攻撃に、効果を発揮しているとされているが、そうした兵器の運用に必須となっているのが、攻撃目標を正確に把握する情報収集力となっている。こうした攻撃に必要な情報をウクライナ軍に提供しているアメリカや NATO の重要な構成要素の一つが、今回の RC-135VV ダブルリベットジョイントであり、早期警戒管制機や無人偵察機と並んで、戦場の認識力を引き上げているようと見られている。ロシア軍は、最近では、通常戦力で、ウクライナ軍を退ける攻撃が困難と判断したゆえか、発電施設等をイランから、調達した自爆型の無人機で攻撃する戦術に出ているが、ヘルソン市の奪還が、現実となれば、さらなる無差別攻撃が危惧されるだろう。